おいでナンシー。カニを食べるの大好き。甲殻類を世界で初めて食べてみようって思ってくれた人、ありがとうって心から感謝をしている、バーチャルオイラン夕霧でございまーす。じゃあお悩み相談読み上げていきます。初めて彼氏ができて半年が経ちました。半年経ったねと LINE をしてもそっけない反応だったり、一人だけ浮かれてる気がします。彼氏彼女とは付き合うとはってなっています。あんま言うのもメンヘラって思われるのが嫌で言えません。来月誕生日なのですが、ちゃんと祝ってほしいんですけど、それを言うのも怖いです。友達に相談したら、舐められてるよ、そんなやつ別れなって言われますが、別れた方がいいのかよくわからないです。どうしたらいいでしょうかといただきました。わかる。これはね、わっちもね、非常にね、経験ありますね。ゆずきとポンキシもわかるよね。ある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 って言ってます。あるんです、こういうことはね、往々にしてあるのでね。まずね、私だけがおかしいんじゃないかって思わなくて大丈夫です。で、その上でお話をしていくと、まずはですね、あんま言うのもメンヘラって思われるのが嫌で言えません。これんな言おう、おい言おう、付き合うっていうことはね、いいかい、お付き合いをするっていうことは気持ちがいいことばかりじゃないんだ。うん、なんか時になんか嫌だなっていうことも一緒に支え合っていきますか、どうですかっていうのがお付き合いっていうことなので、あなたが、なんて言うんだろうな、あなたが一人で我慢する必要はないんですよ。で、逆に言うと同じく彼ともそういう関係であれることが、まあ健康的、健康的って言うともあれですけど、まあ過ごしやすい恋愛の、付き合い方かなと思うので、逆に今あなたがめちゃめちゃ我慢してるっていうことは、もしかしたら彼の方もなんか本当はこうしたいんだけどみたいなのを我慢してる可能性さえある。で、それをもしかしたらちゃんと自分から私はこうしたいんだけどって話すことによって、あ、向こうがそうやって言ってくるんだったら俺もやりたいことを言ってもいいのかもしれないって言って、向こうが言えるようになるかもしれないから、これは言った方がいいです。自分が思ったこと、気になったことっていうのは。でもなんか話すときに大事なのが、付き合っているんだからこうするべき、こうしないのはおかしいっていう話し方だとうまくいきません。というのも、そのお付き合いに対する考え方とか相手の思いやり方っていうのは人によって結構違うんですよ。だからなんか相手としては、もしかしたらなんていうのかな、その半年経ったねって言われてキャッキャするのはなんか軽い男だとも思われるんじゃないかみたいな、俺はそんなことでは動じない、いや半年経つのなんて当たり前で、むしろ君とは一生いるって俺は思ってるんだから、そんなことで浮かれないことが俺の愛の表現って思ってる可能性さえありますそうじゃなかったらごめんなんだけど、いやでも、でそれがまあどういう感情であんまり反応しないのかっていうのは、これお話ししないと分かりません。あとは人によっては、これ LINE でしょ、 LINE の話でしょ、 LINE だから無理っていう可能性あるで、人によっては文字を書くのが苦手とかね、読むのが苦手っていう人がこの世にはいるんです。これね、あなたね、こうやってちゃんとねマシュマロが書けてるってことは、あなたは多分ね文字得意なはずよ。文字書けるでしょ、で文字読むのも苦じゃないでしょ。でもね、人によってはね、これは長い、もう頭、もう好きとか嫌いとか以前にもう頭に入ってこない、俺の処理能力を超えているっていうことはあるので、相手がそういうタイプだった場合は気持ちはあるけどちょっと文字だと無理っていうことはあります。故にそっけない反応になってる可能性はあって、ただこれは勝手に予想してももうしょうがないです。だからこそ聞こう、私は半年経ったねってこう LINE した時とかに、なんかそうだねとかって、なんかもっとリアクションしてほしいなって思ってて、なんかあの時ちょっと寂しくなっちゃったんだよねみたいな言い方をすると、いやいや自分はこういう意図でしなかったんだとか、いやちょっと文字は無理なんだよねみたいなことで意味がわかる可能性があります。
で、これまずめちゃめちゃ似てる経験わっちもありました。え、なんかさ、いやだって会ってない時もなんかイチャイチャしたいじゃんあのデートこうでてよかったよねとかさ、なんかあの時すごいよかったね、チューチューみたいなこととかさ言いたいじゃん。でも、いやダメな人っているんすよ。文字じゃダメで、で、そういう人との場合は、まあ自分はそういう話をしたい気持ちはあるけど、でもまあ無理なら無理でいいやと。でもちょっとだけなんか寄り添ってみたいな、受け取りはしてみたいな、わっちのこの気持ちをなんか、そうだねみたいな感じ、受け取ることだけしてくれればいいやみたいな、なんか能動的なになんかプラスアルファで言えとかそんなことは言わないから、なんかとりあえずわっちの気持ちが溢れちゃった時とかにはまあ送るから、なんかそれに対して ありがとうとかどういたしましてでもいいから、受け取ったよっていうリアクションだけしてっていうお話し合いをして、で、その時はどうしてたかっていうと、その人はあんまりその LINE とかは好きじゃないから、じゃあ会った時にいっぱいいようっていうので、わっちはその恋の時は我慢って言い方ともちょっと違うんだよな。溜めといて、まあ LINE とかで言える時は言うんだけど、でもその100は言い切らずに、あ、でもせっかくだからじゃあこの気持ちっていうのは会った時にちゃんと伝えた方が、言葉ではちゃんと言ってくれる人だったんで、溜めといてデートの時にいっぱいお話をして、でそれで幸せになればいいやっていう風に自分の中でちゃんとこれ納得ができたから、だからその一方的な我慢じゃない、人によってはもうそれが絶対に我慢ならない人もこの世にいるから、それでそうやってもう何にも歩み寄れない時がお別れする時なんですよ。そう、でもわっちはその当時の恋愛の時は自分はそれでいいやってか、そのそれで言葉で話して言葉でちゃんと返してくれた時の満足感がすごくちゃんとあったから、そこに納得できたから自分的にそのじゃあ後日っていう風にできた。だからこれはそのわっちとその当時の彼氏が、まあ、ちゃんと折り合いがつく、その相性をちゃんと持っていたっていう、そういうことだと思うんすよね。うん、なのであの思ったことは別に言っていいと思います。そう、我慢する必要はない。で、誕生日の日は祝ってほしいんだみたいなことももう先に言おう。それはね、もうね、付き合っているんだからきっとお祝いをしてくれるはずだなんてね思ってたらね、でも分かんないよ、その人によって家庭環境とかによって誕生日どう過ごすとかっていうのは本当にかなり違うので、私はお誕生日を祝ってほしいタイプなんだよね、もしよかったらやってくれないかなっていう風に言って、いや絶対に嫌だって言われたらちょっと考えた方がいい。何の歩み寄りもなく正当な理由もない、なんかその、まあ、誕生日の人を祝うともうなんかどうしようもなく具合が悪くなってしまうんだって言われたら、なんかこうそこに対して自分がどう思うかじゃない。だからその自分は誕生日を祝われたく、あった、そのパターンもあったわっち、あったぞー、あったなー。そのパターンの時はね、何だったかっていうとね、そう、わっちは言ったの、だからなんか誕生日だから、誕生日の時にはなんていうの、やっぱそのあなたとの形に残るものがなんか欲しくって、例えばだけどこういうネックレスとかどうかなって、もう品まで見せてやったことある、これどうかなって。そしたら、いや俺はそのなんか物をあげてなんちゃらみたいな交際関係は嫌なんだって真正面から言われて、もう嫌なことを無理やりさせるのも違うじゃん。だからその時はわっちはどこで心を落としたかっていうと、自分自身がその人と今お付き合いをしているのはこのネックレスが欲しいから付き合っているのか、もしそうじゃなくてその人と一緒にいたいのか、自分にとってどっちが比重がでかいのかってことを考えた時に、まあ別にそのネックレスが欲しいっていうことじゃない、その人のことが好きだから、まあ結果的になんか証になるものが欲しかったっていう気持ちはもちろんあるんだけど、それをもらうことよりもその人と一緒にいることの方が私にとっては大事だったから、その時は納得しました。うん、でもそこに対してその愛がないからその物をくれないっていうんじゃなくて、その人がその人自身の恋愛観として物をあげて続けていく恋愛は嫌だっていう、
その気持ちをちゃんと理解して尊重したいなって自分が合意できたから、これに、いやでも人によってはそんなことよりもネックレスが絶対に欲しい、ネックレスをくれる人を愛しているっていう人も世の中にはいるので、それはそこで別れるでいいです。だからもう本当に毎回言ってるように、折り合いがつかなくなった時、そこが別れる時です。はい。なので、まずまとめると、あなたが思ったことは言って大丈夫、言って大丈夫なんだけど、付き合っているならばこうするべきみたいな、その正解っていうのはこの世には別に本当はないので、あの、私は、で言い方としては、私はこうしてほしい、ちゃんと一人称を自分にする、しゃあそう、主語をでかくしない、もう交際というものはとか恋人というものはっていうでか主語じゃなくて、私は一番ちっちゃい単位はこうしてほしい、私はこれは悲しいっていうのを相手に伝えた上で、折り合いがつくかどうかで、どこでも折り合いがつかないとなった場合に、検討するのはお別れですという、これをね、知ってていただければいいなと思います。以上です。この動画が参考になった、面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、評価ボタンをポチッとお願いします。